朝から晩までしないと何から何までしないとあなたも私もちゃんとしないと,ないと朝から晩までしないと何から何までしないとこれから始めるちゃんとしないとはいこんばんはこんばんは <laughs> <laughs> はい、えー、本日も生放送で始まりましたワイズバンクプレゼンツちゃんとしないとはい いやいやいやしましたけど35回目ですねおめでとうございます <laughs> <laughs> 何がおめでとうございますかよくわかんないもう何回かわからなくなってそうさっき何回かわからなくて6か5かっていう話をしてましたんですけど、うん、今週もちゃんとしてましたかはいはいねいいですね、はい、ということで、えー、まずのりちゃんとからはいえー、先週は久しぶりの通常放送なんだか落ち着きますねということで えー、夏休みの時期ということもあり沖縄に行ってきましたとチンスコアや紅芋タルトをお土産でいただいたりしますと、うんうん、でまあそういう風に報告してくれる同僚もいて沖縄出身者として嬉しい限りですと、うん、で最近の沖縄観光スポットに疎いのですが、うん、どっかおすすめはありますかと、うん、いうことでどうですかおすすめ特にないです <laughs> <laughs> 直しなおし何かおすすめないの観光スポット首里城 あポケモンがいっぱいいるから<あ>ポケモンいっぱいいるけどねまあでもまあで確かになんか最初は美ら海水族館行ったらいいよとかあるけど、うん、なかなかリピーターにここいいよっていうのはどうなん難しいよねまあ教えたくないしねえあんまりあるいやないけど <laughs> あったとしてもってこと <laughs> 言わないんじゃないやっぱり<や>そう簡単にはまあまあ情報としてねそれはまあ俺と仲良くなったら教えるよってことですねの物件とかどうですか ああそれうちの宿泊それはスポットっていうか <laughs> 泊まるところはねでも8月はもう空いてないんで,で俺が全部仮予約してまだバレてないからねみんな名前違ったけどねあそか、はい、今日もねあのー、打ち合わせ場所に行く時に事故があってね、うん、そうそうそうあこれ今話す、うん、この330の、うん、えと大平越えたあたり、うん で事故があったんですけど、うん、それでまあ渋滞して、うん、ちょっと打ち合わせ遅れたという、うん、でなぜ事故が起きたかは断定できないんですけど、うんはい、あの場所沖縄に住んでる方ならわかると思うんですけど、うん、ちょうどバイパスの中央分離帯のところに、うん、なんかポケスタジアムポケ,そうだ、ね、ポケモンのこうスポットとスタジアムが,があるのでる、ね、多分あそこであのぐるぐるぐるって回してたら前の車に追突したと <laughs> 僕は。 仮定してます予想し、まあ、ちなみに僕は5日でアプリは削除したので、はい、僕はもうやってませんけどでもだってあんなとこ事故ルとこじゃないからね、うん、普通の330で直進する、うん、とこでしかも上りだから、うん、事故ルにはちょっと変だな、うんまあ、どうかわからないけどそういうのも今あるみたいなんでね、うん、あれあっち削除した方がいいけど誰が申請するかだね 結構今、そののほらあの平和記念公園にあるから削除してとかひめゆりの記事もなってたけど削除してとかねその辺も今、問題としていろいろ出てきてるのでもう全部奥浜県に持ってってください人がいっぱい来る。でししょ嬉いだよ、はい、ということでまあオープニングはこの辺にしまして早速、この行きたいいいと思います、うん、はい、週刊ちゃんとー はいということで、まあ、これはヒロシと正樹で、えー、気になる新聞記事をピックアップしてお送りしています。はいえー、じゃあ早速、えー、8月2日火曜日琉球新報経済面からですね、酒、うん、税減税の延長要望ということで、えー、県は1日、えー、県振興推進委員会を県庁で開き、 航空機燃料税の軽減措置など本年度末で期限を迎える沖縄振興特別措置法に係る税改正と2017年5月14日に期限を迎える復帰特別措置法に係る主税減税措置それぞれについて5年間の延長など計9項目を要望することを決定したということでこれどうですかちゃんとままた出ました出しねもう 本編以上の延長ねだってサッカーがさもしサッカーがサッカーって何分だったっけそもそも45分45分同点だったら延長15分また後半15分で再延長昔あったけど今は何が PK ってあるんですけどもともとじゃ例えば4年でやっててもう5回だからもう20年ぐらい延長してたらもう延長じゃない。 <laughs> そうですね、もう延長の域は超えてますよね、確実にね。え本編の映画より長いスポーツっていうか、うん、なんかもう、うん、<や>まあでも、うん、これ、相当、その記事に、なんか今、コメントとかつくでしょ、うん、ヤフーの記事と、それもやっぱ相当言われてる、みんな怒っ,怒ってる、怒ってる、怒ってる、だって、ね、46都道府県の税金ですから、これはそうですね、まあどう、まあえ、要望するだけなんで、まあ、今度は国がまあ、承認するかですけど。しないよ。 今度こそ断ってくれる。ですね。まあ、それはやっぱり沖縄県の酒造業者が、うん、まあ,ある意味自立するっていう意味でも、うん、そうだやっと初めの一歩踏み出す可能性があるのにまた延長したらまた何もしない、うんうん、という。まあこれはまあ常々ラジオでも言ってますけど、うん、まあちょっとこれ、はいつ決まるのか、まあ近々でまた決まるんでしょうけど、うん、またえ記事になったら。 お,お届けしたいと思いますということでお願いします次、えー、8月2日火曜日、沖縄タイムス社会面からすぐ、うんえー、大量大島に笑顔ということで、えー、南城市の大島ですく漁が始まり島のウミンチュが大量を喜んでいると。でつ1日 1>, はえー、1日は、えー、漁船15隻ほどが島周辺で追い込み漁を行い、うん、体長4センチほどの魚を、えー、漁,漁獲漁獲でいいのかなはい漁獲、よく分かんない袋いっぱ杯煮詰め鮮魚店で刺身を落として販売されているとで、えー、海藻を食べる前の小さなすくは臭みがなく酢じょうゆで食べるとおいしいということですか。か ユニダヒーロー胸に眠るヒーローユリ起こせちょ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 どういうことスクールウォーズスクウォールウォーズスクウォーズが。スクウォーズ。かかってんのスクの大戦争。あ、そこのスクにとスクールウォーズをかけて。ちゃんとやってもらっていいうん。そうだよ。お前。俺今からお前を殴っていいえ先生 殴るぞ <laughs> 殴るとこで音出してもらっていい吐く <laughs> れって言おうと思ったのに <laughs> 先生 <laughs> 殴ってないそんなに <laughs> 先生おらあいいねいいね相当殴ってるけどあ運ばれてきました <laughs> <laughs> アドリブが全然グダグダでして全然かんな <laughs>、まあ、スクールウォーズの話は置いといてまあこれ別でね、はい これ毎年有名な記事なんですよ、実は。ブラジルで聞いてる方も覚えてるかな、覚えててください、来年。毎年、このすくを水揚げしたときに、ネットで、すく、水揚げって出るんですよ。で、オタクっていうのは、すみません、インターネットの方々は、すく水って言ったら、スクール水着のことを指すらしい。で、すく水揚げ 出るか水揚げなのにすく水揚げって着るもんだからスクール水着を唐揚げにして食べるみたいなことでネットはわいわいするわけでこの時の記事のやつも相当ネットではみんなわろたわろたって書いてあって笑ったわろたそうそうそうというあという話ねそうすく水揚げまた来年もこんなタイトルどうせ出るからうん 来年までまた覚えておいていただけたらね。で、他の人は、例えばワイドハイターを水で薄めて飲むと、すく、うん、水の味がするらしいぞって。<laughs> これただ単に塩素の味だからね、うん、プールの味を。スクール水着の味だと思う子がいたり。危険じゃないですか。危険なの。濃度によっては危険ですよね。はい、まあ、でも、なんかすく水って、そういうそそるのがあるんじゃない?。そういう、なんかこう。ネットの社会の人々。全然。 まあ俺もそんなでもないですけどね。すくの水揚げの話だったんですけど、はい、いいですかね、次にいっても。スクールウォーズはやっぱちょっと遠すぎたね。<laughs> <laughs> 確かに。誰も分からなかったと思いますけど。ということで、次いきます。えー、8月2日、沖縄タイム、社会面、同じですね、えー。8月8日、爬虫類の日にということで、8月8日は爬虫類の日。 で沖縄市山里で、爬虫類専門店、ザ・爬虫類を経営する稲北さんが、このほど一般社団法人、日本記念日協会に申請し、登録されたと、うんで、爬虫類をメジャーにしたいという、一途な思いで店を始めて20年、その魅力をさらに広めるための記念日の制定に、爬虫類ファンの励みになればと喜んでいるということで、これ、どうですか。

細かいねカテゴリー大体、はいね、何も変わってないですけどね冒頭はねいうどうですか爬虫類の日に設定ということ8月何 ?8 日ああそういうのいいわけねだからこの日本記念日協会に申請したら何でも取られるっていうことだからね何で,何でも取れるよこれ何か取りたい日ある<と> <laughs> <laughs> アドリブで出したのは全部放送できなかったでしょでもね知らんかったよねこんな風に登録できるんだと思うだから金払えばこれ金詰めば出せると思う結局この社団、ね、法人もまあそういう天下り的な団体なんじゃないですかね。うんうん 先に考えたもん勝ちだ5月9日とかだったら号泣の日とか言って泣ける映画10銭ありそうじゃない号泣の日結構取られてるからないのをつくのも大変かもしれんねいやいやまだいけますけど今日は破産の日だからねあそうだね世界破産の日の日あっあっ蜂蜜ねそういうことで甘い甘い 甘いといえば、次続いて8月2日、タイムス経済面から、えー、空港で甘い歓迎ということで、えー、観光の日の1日、1日も観光の日なんだね、うん、県,と県と沖縄県あ沖縄観光,コ観,光観光コンベンションビューローは、観観光観光でしょ那覇空港国内線ターミナルで観光月間のオープニングセレモニーを開いたと。 で同日はパインの日でもあり会場ではパイナップル生産量日本一を誇る東村がブランド化を目指す品種ゴールドバレル約80個を試食用として提供<ー>観光客らが甘いパインの歓迎を喜んだんということでこれどうですか甘,ーい甘い甘い出ちゃった甘い怒ってるよ甘い <laughs> 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 じゃあミキに止まっ,った方がいいんじゃないか今行ってたしそして。あそう わま。い。わおあれそれじゃ徳ちゃんが今聞き入ってたよね。徳ちゃんが完全にメロメロになっとったから。ねえ。聞き入ってたよね。俺がわおって言ったわ。はずいわ。でもこのパインの日、ほら、またやっちゃってる。8月の1日でパインの日で。ああ。 そういうことであん。で、実は他にもあってね。おっぱいの日でもあるんですよ。本当に。パイだから。ああ。なんか。やらしい。やらしい。よろしく。やらしいよ、日が合えば。おっぱい。ようなおっぱい。日本に持っていくんですか、松崎さんはもう。違う、違う、違う。そういう段取りだったんですよ。他にも。他にも、これ、水の日だけ。なぜですか?。八月一日。うん。水の日だけ。うん。とりあえず、水の日だけ。うん。 で8月1日は洗濯機の日だっけ。なんでとも水の日だからだっけ。なんで水の日かが分かんないのに水の日はなんでなんだろうね、本当。でも水の日だったね。あとはバイキングの日。あ8、1、バイなのかは知らないけど、帝国ホテルが初めて日本でバイキングを始めた日。ああ。らしい。あとはマージャンの日。マージャンパイのパイ。ああ。 まあどうでもいいけどさ何でもありですね。もでもあなん、はい、ここまで来ると何でもありです、ね。あ、ひろヒロシ、今週もちゃんとしてましたかって言ってみて。今週もちゃんとしてましたかはい, <laughs> いはいの日でもいいわ。イエスの日イエスの日。そうそう、何でもいい。<laughs> でもまあ、おっぱいの日でもあるから、それは記事にもしてほしかったそうそう、毎年パイの日にするけど、来年はおっぱいの日も書いてくださいね。へえ。ー。はいでしょういや今パイいや、今パイでしょ <laughs> あ今はパイだな直しねそういうとこあるよえパイって分かったマイク入ってないイクはパイでもパイだったらケーキのパイでも良くないですかタルトのジミーあたりとかねそれはあるかもそれは提案してもいいかもしれないねパイの日ねどっかにあるのかありそうですよねうんじゃちょっとパイ次回パイの日を申請してみて そうだね、俺パイヤさんじゃないしね。<laughs> <laughs> 俺さ最後、8月3日、うん、水曜日琉球新報市町村面から、はい、昆虫探しに外へ行こうということで、えー、これは名護市教育委員会主催の夏休み自然体験学習教室、うん、昆虫採集と標本作りが7月23日県立名護青,青少年の家で開かれたと。 主を同定し、えー、標本制作の体験を通じて観察力や科学的な思考を高めるのが目的で今年で4回目、えー、児童生徒28人と保護者合わせ約50人が参加したということでこれどうですかちゃんと知ってる <laughs> 普通に言ったね <laughs> <laughs> ちゃんと知ってるよねはいでまあ講師陣の振り返りの回では、うん、今流行りのポケモン GO ではなく、うん、現実世界の昆虫採集を楽しんでほしい その声も出たいいよね、本来こういうのがやっぱりそうですね、昆虫、採取やったことあるあっ、注射打ったことある注射標本作ったことないでしょ、あ標本ない、俺、ないよ、あるある、あれを打つと結局、腐れないとか、そんな感じだそうだね。 セミとか確かに夏休みの工作で標本作ってる人はいたね注射さす注射器も全部セットで売ってた標本するセットみたいなのがあるちょっと今思い出したけどあの映像と匂いやっぱ草やきじゃあ俺もさきの標本作ってるなん何ででいあそうですあっいえいえ大して面白いことないけどこういう感じで 前も十ミ人意外といたじゃないけどこういうここにこんな虫がいるよっていうのを子どもたちにどんどんまあ例えば LINE の位置情報を使ってもできるからそれでまたサイトマップとかも来年の夏休みに仕掛けてみたいねあそうだねなんか前はあったさなんかどのコンビニチェーン店のところに虫が集まるとかやっぱり子どもたちがどういうので何ていうの 何かに興味持つきっかけみたいのを、うん、ちょっとしたデジタルももう混ぜていかないとそうだね釣れない時代かもしれないもうじゃあ「ポケモン GO」ではなくて「うん、昆虫最終泳ゴーということではい、うん、いいでしょうか、はい、どうぞ、はい、ということで一旦たん CM お願いしますちゃんとしない なおしこれっていくら2200億円ぐらいもっとだった8000億円だったもう忘れたなまあいいや何分 ?3 分ちゃんとしないとはいということではい、えー、こんばんばは、はい、時間も押してるんで、うん、こんないきたいと思いますまさきのちゃんと狙い撃ち ちょっと時間3分程度なんですが分かりました、はい、ちょっと狙い打っていただけますかね、えー、8月3日琉球新報総合面「うん、鉄軌道新たに3案」はい、まあ前々から少しずつ話が出てる鉄軌道の話なんですけれども、うん、今までのルート4案に加えて、うん、また3案プラスして、うん、合計7案、うん、でまた吟味すると。 もういつの間にかやる体で話が進んでるんですけど本当にやる必要あるんですかねないとは僕は思いますけどもうこんな時期に来て7また3案プラスして7案なるってことはもうどこでもいいってことでしょ。対してここだっていうのもないしどうせみんな自分たちのとこに来たら人がどうのこうのっていうさねなんかお金もったいなと。 そもそもいる,いるかどうかの検証ってどうなったのいるか <laughs> 必要かどうかの、ね、検証はどこに、なんであんだけの話でどんどんいてんのかなと。うん、だって相当なお金かかるし、違う違うもう確実に赤字だからもう国は計算して出してるからね。と、うんと、うんトントンとか赤字とかそんな話だって、ね、め,めちゃくちゃ赤字です。うん、乗ると思うなごまで乗乗ららなないいです逆に怖いともよ <laughs> 夜乗ったら誰も乗ってなさすぎて。うん 変質者とか、うん、まあでもいいね、電車でポあでも電車のスピード、ポケモン認識しなかった離でしては、ね、ちょっと三3分だから何喋っていいか分からないんですけどとりあえず、このやる前提でやるよりは、うん、もう2016年から2026年までの10年間生まれた子どもたちに、うん、0歳から5歳までの教育費を投資して2歳半ぐらいからバイリンガール作ったり。うんうん 黄金世代みたいな10年作るとかさだってそもそももう人口が減るフェーズに入った時になんで新たに鉄道を作るのっていう話そもそもあるよねだってもう時代じゃないよねっていうのはあるから本当にもうちょっと本当に必要かどうかっていうのは議論すべきもうこの頃にはね自動運転の車ももうできてるだろうし自動運転バスとかなんか分からんけどいらないでしょ 思いいいますけどねあと何秒もういいですすよ別に話こもなんか今日中国はなんかこの車の上をこうこの字みたいなでこう走るようなのをまた、うん、ああいうのだったらちょっと面白いかなと今の既存の道路を使って、うん、こう渋滞を解消しながらこう、うん、上をまあいろんな問題あると思うけどなんかそういうのも一つ、うん、まあ名古屋まで通さなくても渋滞があるから、うん 今のこの道路を使った、うん、まあ新しい交通それもだからねまた鉄道以外の乗り物っていうことであるかもしれない、うん、いやだからこれ公共工事でお金が落ちるとしか思ってないんじゃないかなって、うん、正直、うん、国のお金だから別にいいと思ってないでもかこれが掛け捨ての金さ、うん、作ったけど利用しないっていうのは、うん、確かにお金落ちたかもしれない投資になってないからね、うん、やっぱりどんな権力者っていうかね、うん 迫害されても盗まれない知能っていうかうん、うん、やっぱり子どもたちに投資した方がっうも僕たち世代はいいんでいいですか奨学金も別に無料にしないでいいんで、はいはい、大学も行かないでいいぐらいの社会にしてくださいそうですねわかりました僕はやりましょういや嘘です <laughs> <laughs> すいません <laughs> ということでなかなか軌道に乗らんね <laughs> 僕たちの話は。 あんま聞いたこなかった、ね、<laughs> <laughs> ちょっと3案ぐらい出そうかそうそう、はい、いうことでじゃあ CM をお願いします先輩来週の接待なんですけどいいサプライズ見つけました三振パッとくると言って30分なんと1万3000円で歌三振の人が来てくれますいいね今すぐ手配して三振パッとくる続きはウェブで はいすいません、うん、時間をしてるんでいきます大人のホテル情報<ー>はい早速いきますかくれんぼクラブ45部屋空いてます続いてホテルエンゼル何部屋か空いてます最後ウォーターホテル8月大週満室だぜ <laughs> 絶好調ですねウォーターホテルは<お>先週も満室だったよ ウォーターホテルずっと満室だね。うん、これは溺れてるな、水に。うまい。やっぱなんか、なんかあるんだろうね。ウォーターベッドとかあるのかな。もしかしたら。いやなんか直しが知ってんじゃない。直し、ウォーターホテルってウォーターベッドあるの?<え>。行ったことない。またバイクオフにしてる。<laughs> 行ったことないですけど。<laughs> 俺も行ったことないかわからんわけよ、本当に。<laughs> まあ、なんかあるんでしょうね。 気になる、はい、まあでもいいことですね、うん、もうもうかってるってこと、ね、そうだね、はい、ということで、えー、エンディングになりましたけどはいどうですか <laughs> <え>エンディング、まあ、まあまあな <laughs> まあまあ結構普通に言ったうん、うん、なんかちょっと爆発せず爆発せずでしたけどまあ最後は曲で爆発していただきたいなと思ってまあオリンピックも始まるっていうのであちょっとオリンピックらしい曲を そんな曲あったっありましたありましたはい。じゃあそれでは聞いてください奥山まさきで栄光の架け橋<ー>クズねクズじゃないゆずぽんやゆずぽん誰にもあれあれ,あれ,あれ,あれ

確かに歩んできた道だ